プリンスオブ・ウェールズ・トロフィー・ NHL のイースタンカンファレンスには、現在16チームが2つのディビジョンに、各8チームずつ所属している。1967から68シーズンから1973から74シーズンまで NHL には、イースト・ディビジョンが存在した。1974年に、NHL が2つのカンファレンス、4つのディビジョンに、 再編された際にプリンス・オブ・ウェールズであったエドワード王子に由来したプリンス・オブ・ウェールズ・トロフィーにちなんでウェールズ・カンファレンスとして設立された。カンファレンスやディビジョンは地理的な位置はあまり考慮されずに分類された。1981年に地理的な位置が考慮されてカンファレンスの再編が行われた結果、主に東部のチームで構成されるようになった。 しかしそれ以降もカンファレンスの名称は変更されず1993年に NHL コミッショナーに就任したゲイリー・ベットマンによりホッケーにあまり詳しくないファンでもより楽しむことができるように NBA、NFL、MLB などがカンファレンス、ディビジョンを地理的な位置に基づいて呼んでいるように名称を変更する決定を下した。しかしイースタンカンファレンスのチャンピオンに贈られるトロフィー プリンス・オブ・ウェールズ・トロフィーにその名を残した。2004年から2005年の NHL ロックアウト以降にウェスタンカンファレンスと共にロゴが変更された。1993年の再編までウェールズ・カンファレンスにはアダムス・ディビジョンとノリス・ディビジョンが存在した。1998年からイースタンカンファレンスはアトランティック・ディビジョン、ノース・イースト・ディビジョン、 サウスイーストディビジョンの3地区に分けられていたが、2013年からアトランティックディビジョンとメトロポリタンディビジョンの2地区制となった。ありがとうございます。